DJ Silent Gold MC Blackbeard 시간 오케이 사쿠라 사카 스칸규 스타시 아시아の島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を押し殺しでまつわるそれぞれの道の愛優しさがうしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける砂丘の目未だわからね自分の砂丘の目見捨てない神はミスター警察官の職ありますよねこれは全世界的にね、警察官の汚職っていうかバッチつけた人の汚職はね根絶できないだろうと思います。っていうのは最初からねそれを計算に入れて入ってくる人が結構いるんで、バブル以降は効率なんですよ。お金儲けの効率で見てると組織だとか、だからその大義だとかは無視して正義なんか全然ないんです最初から。効率で見ると大会社に入ってペイペイから係長課長部長にまで行って熾烈な争いで興信所使って誰かを買ったんじゃないかとかどっかから銭もらったとかいうのを集めて追い落とすってことも計算なんですけどそれをしないですくすくとねおいしく生きようって人が多くなったんで、まあ、全世界的にそれがなったんですよ。根絶できないと思います。警察官の汚職って、まあ、押収した薬をどっかやっちゃうとか。可愛い方ですね。お金を横領しちゃうとか。全然可愛いですね。可愛いですね。それはもう大昔からあったんで、江戸時代からあったって聞いてるんですよ。可愛くないのってありますか。可愛くないのはどれもないですよ。悲しいのばっかですね。例えばね、お勉強して超難関国立大学出た人でも。名古屋にある〇〇県警の本部の長になった人でもある行為をしている動画撮られてある組織から何千万円もらって俺の言いなりになれよというまあ暗号ですよね。でずっとなっててその人がトップになったってケースも知ってるしたくさん知ってるんですが。それ見ると僕らが一生懸命寝ないで仕事しててもなんだこれペーパーテストだけで上行っちゃうと上位固つ上の意見が下に通るっていうんで同じかなと思うんですが長い目で歴史を見るといやこれ一時期だとまあそのうちね人が変われば世の中が変わるで事件が起きれば今までの栄養映画はぶっ飛んでしまうっていうことが歴史的にあるんで。今待ってます。待ってるんです。はい。まだ変わってないところですね。変わってないけどもですね、逆の方で上層部は全然変わんないですよ。どんどんすごくなる一方なんだけども、それから下はどんどん変わってます。一番変わってる人。私認めてるんですよこの人。ものすごい変わられましたね。いやアメリカのね、ああいうディテンションをね生き抜いた人はいないんですよ。ちょっと驚いちゃうんですよ。っていうのは僕行ったことあるんで知ってですがで仕事もしたことあるしですねどんなにすごいとこかってありますよ。大体ね看守とかねみんな悪いんですよ。恐ろしいぐらい悪いんですよ。で私ら日本の刑事だって言ってデータ持ってって海越えて行くでしょ。それでも態度悪いんですよ。なんだジャップかみたいな態度ですよ。お前なんだこの中南米のなんか子孫かみたいなこと言えないんですよ。そこで撃たれちゃうんでダメなんでそういうことありました。今も変わりません。もう日本人の地位はねやっぱりのし上がらないとダメですよ。特技があるか力が強いかしかないです。根性ですね。そうですね。負けない根性。負けない根性だけじゃなくて信念、そこまでいったら負けないんです。人種なんか飛び越えられるし、それを飛び越えたのが K さん。何回言われた時に言い訳をしない、が一番かもしれないですね。それをしちゃうと逆に上げ足取られるんで、それ、大鉄則で人類始まって以来の西郷隆盛っていうすごいやついたじゃないですか。で故郷の鹿児島ではね言い訳は絶対するなっていうのが家訓なんですよ、どこも。何百って家があるけど、義を言うなっていうのは言い訳をするな、それで育つんですよ。これはすごいことで、例えば他の九州の地域にはあまりない、鹿児島っていうか薩摩だけはそれがあったんですよ。それはね、江戸時代の前からあったんです。ちょっとそういうの研究してますけどでもなんか今の時代ってこう何も言わないで言い訳しないで、確かに知ってる人からしてみればいいんだけど、知らない人からしてみたらなんで言ってくれなかったのってなっちゃいます、ね、ありますよね、うん、ただやっぱり側近にね、うん、3人か4人とかよく分かってる人が流してくれればいいんです、うん、1人ってダメなんですよ、うん、友達はいろんな異なったやつが多い方がいいです、うん、今朝いつも言われますもんね、自分を信じてくれてる人はそれでいいで、信じてくれなくてこうわわ言ってるのはそれはそれでまたいいみたいな、全然いいですよ、勝手に言っといてくれればいい、全くそれとですね、でも分かってくれる人だけ分かってくれればいいですよね。そういう人たちが残るんですよ、うん、そうですね。で例えばね、ホームレスになって道端で食い物をね拾って食っててもいいんですよ、うん、もうそうなってもいいやと思ってるんで、うん、そうしたらそうしたで精神がより強くなるだろうっていう信念はある。ちゃんと寝て何とか食っていると人間はずっと信念を持って生きられるっていうふうに思ってるんですよ。それ実はうちの代々言われてることなんで、下落してもいいからそれを忘れるなっていうことなんで、どんな世界でもそれは通用するだと思ってます。今後の警察官というか警察の方たちもしっかりとしたその信念を持って全うしてほしいですね。まあちょっと綺麗にまとまりすぎなんですが、悪いやつは泣かした方がいいです、うん、警官だろうと、うん、どんなやつだろうと。だからやっぱり最終的には個人の信念で生きると、正しい歴史認識ですよ。だから韓国の大統領が言ってるような歴史認識ではなくて、我々自身で勉強した信念っていうんですかね、それを持つべきだと思います。確かにそれは心得て勉強していきますということで今日はありがとうございました。俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。